うん、ここまで来たらひとまず安心だな。なあレイズ、いろいろと聞きたいことがあるんだけど、いいか？いいぜ、何でも聞いてくれ。僕たちを追ってきていた連中、 CC って言ったか、あれはどんな組織なんだ？ CC は政府に匹敵するほどの規模を持った大企業さ。この世界に供給されているエネルギーは全部 CC の管理下にあるんだ。政府に匹敵するってすごいな。世界の実権を握っているようなものじゃないか。ああ、それが問題なんだ。政府と同等の権力を持っているってことは、止める奴がいないってことなんだ。奴らは実質的にこの世界を牛耳っている。政府にはできないような汚いこともやっているんだ。それであなたたちは CC が気に食わなくて敵対しているっていうこと？奴らの悪行に苦しめられている人は多いからな。誰かが立ち向かわなきゃいけない。だから俺は正義を行使するためレジスタンス組織に入っているんだ。レジスタンスか。だったら情報を集めるにはいいかもしれないな。俺たちのアジトがここを抜けた先にあるんだ。そこまで案内するから、もう少しついてきてくれ。レイズたちのアジトってどんな場所なのかな。楽しみだね。お前は本当に気楽でいいな。これがソフィア様の長所よ。悪く言うことは許さないわ。